1日朝早く、京都市伏見区で火事が相次ぎ、警察は連続放火事件とみて調べています。1日午前4時45分ごろ、伏見区向島で4階建ての事務所兼住宅が全焼し、60代の夫婦が死亡したほか、半径400メートルの範囲内でおよそ15分間に4件の火災がありました。警察は連続放火事件とみて調べています。